こんにちは。 OHK アナウンサーの今川奈央です。ここからは OHK アナのクスクスのコーナーをお楽しみください。さて今回のテーマはこちらです。岡山マラソン完走への道第2弾です。前回第1弾の時はまず岡山マラソンとはというところからご紹介させていただいて、岡山マラソンを走るに至る、きっかけだったり森アナウンサーからのアドバイスなどを皆さんにご紹介しましたが、あれから本当に YouTube の方でたくさんのコメントそしていいねをいただきありがとうございます。より頑張ろうという気持ちになれました。本当に今完走を目指して頑張っているところなので、これからも応援をよろしくお願いします。さあ今回のこの第2弾ではマラソンを走るにあたって一番重要と言われるあのアイテムを求めてあるお店へ行ってきました。それでは VTR スタート。お邪魔したのはイオンモール岡山4階にあるスポーツオーソリティアーバンステージ岡山店です。ライフスタイル、アウトドアスタイル、スポーツスタイルなどそれぞれのシーンを楽しむ人たちに向けたスタイリッシュかつ専門性の高い商品を取り揃えています。こちらのお店には日本ランニング協会認定のランニングアドバイザーが在籍しています。早速私もランニングアドバイザーの服部さんにアドバイスをいただきました。今川さんは結構もうランニングとかされてるんですか今回？してないんです。まだ走り始めてもいないですし、ランニングしたこともないんです。そうなんですね。どうしましょう。岡山マラソンに出るっていうふうに聞いたんですけども、はい、初参加で。初参加です。長距離走るのも初めてです。はい。ってことはもうシューズもまだ持たれてない？持ってないです。あ、やっぱりシューズは大事なんですか？そうですね、やっぱり足を守るということと、足だけじゃなくて、足から上、膝とか言ってしまえば体全体の、アライメントというより姿勢とかですね、整えてくれるところがやっぱ足元になるんで、とても大事なアイテムになります。今こちらにたくさん並んでますけど、見た目とか触り心地とかで決めていくんですか？そうですね、見た目とかはやっぱすごい大事で、青色が好きな方にやっぱ黒履いていただいても、やっぱりこうちょっとモチベーションというところが上がりきらないかなと思うので、すごい見た目は大事なんですけども、プラス用途ですね、速く走りたいのか、とにかくクッションの効いたものが欲しいのか、練習がしたいのか、その用途に合わせて選ぶのがすごい大事になってきます。なるほど。じゃあもう今からここで選んでいく形ですか？そうですね、まずは足の形から、今川さんのサイズ、実寸だったり横幅だったりアーチの高さだったりというのを調べさせていただければと思います。足の形からなんですね。そうですね、はい、じゃあまずはそこからもうぜひお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では服部さん、測定お願いします。よろしくお願いします。では今から足型を測っていきます。はいはい、あ、こちらで測っていくんですね。そうですね、こちらが専用のデバイスになってまして、こちらで足長と横幅ですね、足の足位を測ることができますので、はい、こちらを測らせていただきます。お願いします。足の形は人それぞれ、つま先からかかとの長さ、足長と親指、小指の付け根を通った周りの長さ、足位を測ります。私は生まれて初めて足位を測りました。結果を見てみると、足のサイズは左右同じイメージだったんですが、どちらも私は右足の方が小さいんですね。そうですね。ちなみに私今まで 22.5 とか23の普段は靴を選んでたんですけど、はい、この記録から見て実際どうですか？実際左足で言うと 23.2 なんで、実寸のサイズよりも小さいサイズで今測れているような状態です。やっぱりこう足ってその疲れとか、夜になるとか夕方になるにつれてむくみ出すので、なんでそれも加味してもだいたいプラスやっぱ1センチぐらい。知らなかったです。
ちなみにフルマラソンを走る時の靴の選び方とかってあるんですか？基本的にその完走を目指すのか、それとも、まあ、例えばよくサブ4を目指すのかサブ3を目指すのかっていうスピードを求めている人の中にもっても違うんですけども、まあ、今回今川さんは完走、ね、もちろん完走です。完走を目指しているということなので、やっぱりその足への膝への負担というのを減らしたい、まあ、少しでも減らしたいところだと思うので、クッション系のシューズを選んでいただければいいかなと思います。足とか膝とかの負担も、はい、やっぱり靴が一つの原因になるんですね。まあ、そうですね、一つの要因にはなってくると思います。なるほど。もう服部さんから私が今まで考えたこともないいろんな情報を教えていただけるので、これ知らなかったら怖いですね。はい、もうそうですね、やっぱ間違ったシューズ選びするとやっぱ故障の原因とかにもなるんで。シューズの他に足の負担軽減におすすめのアイテムがこちら、インソール。インソールにもいろいろな種類があるとのことで。これがやっぱり大事なんですか？そうですね、どうしても人の足っていうのはアーチがしっかりできていないとどんどんどんバランスが悪くなっていっちゃうんですね。まあ、人によってはやっぱ足裏が鍛えられてないからもともとアーチが低い方もいます。なんでそういうのを矯正してくれるものとなってます。なるほど。ではお願いします。ではこの上に乗っていただいて10秒間乗っていただくと10秒間、はいはい、足の形が残りますので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ありがとうございます。あ、本当だ、足の肩がくっきり残ってますね。はい、とでは見させていただきます。はい、かかとからですね、ちょっとこうくぼみの先ですね、調べさせていただくと、だいたい人差し指に到達しました。なんでこちらは足の形でナチュラル、一番真ん中の一番いい状態ですね。いい状態なんですね。はい、よかった。ローアーチの方でも、まあ、いわゆる扁平足の方でもないし、ハイアーチでもなく、本当に綺麗な形となってます。やっぱりマラソンを走る上でもこの靴の中のインソールっていうのは大事な部分なんですか？そうですね、とても大事になっていきます。とても大事。はい、意外と皆さん知らないんですけども、シューズだけ選ばれる方すごい多いです。はい、なんですけども、このインソールを入れるか入れないかで、まあ、実際にパフォーマンスにも差が出ますし、やっぱり人間の足、体っていうのはやっぱ唯一足裏だけがついてるんで、この地面についてるところなんで、まあ、そこが崩れてしまうと膝だったり腰だったり肩だったり、まあ、全部のバランスが悪くなってしまうんですね。その全部のバランスが悪くならないようにするのが、まあ、シューズであり、さらにインソールであるんですね。どっちも大事なんですね。とても大事になってます。ではですね、こちらがシューズになってます。シューズコーナーになってます。すごいたくさんありますね。そうですね、本当にたくさんいろいろあるんですけども、まあ、その中でもクッションシューズだったり、まあ、スピードを求める方だったり、まあ、練習シューズっていうのがあります。なんでその中でちょっとおすすめっていうところを、はい、ご案内させていただきます。お願いします。まずメーカーがいろいろあるんですけども、はい、その中でも一つおすすめなのが、はい、こちらアシックスの GT2000。 GT2000、はい、特徴伺ってもいいですか？そうですね、こちらなんです。特徴がまずこのゲル、足のかかとのところにしっかりゲルが入ってくれてるんで、まあ、このゲルが入ってくることによって着地の手助けをしてくれるんですね。へえ。なおかつちょっと持ってもらうと分かるんですけども、軽いです。シューズ自体が軽い。本当ですね。はい、なんで軽量化もしてるんで、足が重いとどうしても疲れちゃうので、後半とかずっと履いてるとやっぱ疲れちゃうんで、まあ、軽量性っていうのはすごい大事になってきます。で、裏を見ていただくとすごいくぼみが、ノッチって言われるんです、こういうくぼみが入ってます。で、これが入ってくれてることによって曲がりがすごい楽になるんですね。足の屈曲性っていうのがすごい曲がりますね。そうです、はい、こんだけやっぱぐにゃぐにゃっと曲がってくれるんで、脚力がやっぱ弱い方とかでもしっかりこう足のガイドラインに沿ってこう曲がってくれるんで、楽に足を運ぶことができます。へー、かっこいい。紫色もかわいいですね。そうですね、はい、色が派手といいますか、紫とか変わった色とかでもランニングシューズってアパレルとかも結構派手なのが多いんで、意外と落ち着いたりするんですね。なんで紫とかこういうちょっと派手なのとか履いてみていただいても全然ありだと思います。いいですね。はい、わあ、なんかテンションが上がってきました。他にもおすすめのものありますか？はい、もう一つがですね、
ナイキから出ているペガサス、はい、ペガサス、はい、こちらはどんな特徴があるんですか。こちらなんですけども、ナイキには、3本の柱っていうのがあって、ズームとリアクトと、まあ、フリーランっていうモデルがあるんですけども、ズームっていうモデルはより速く走りたい人向けのものになってます。でリアクトっていうのが、より長く、フリーランっていうのが練習をしたい方向けのシューズになってるんですけど、その中でこれズームなんですけども、リアクトフォームっていう、そのリアクトのより長く走りたい人向けのクッションが全部に入ってます。でプラスズーム、より速くところですね、ズームエアっていうのが前作まではこの前だけだったんですけども、今回39になってかかとまで入ってるんで、どこで着地してもこのズームが弾んでくれるんで、より反発の次の一歩一歩っていうのを手助けしてくれるモデルになってるんで、クッションもいいし反発もいいしっていう、どこを取ってもいいシューズが出ます。素晴らしいですね、はい、うわー迷いますね。ちょっと2つ手に取らせていただいて、はい、ということでまずはこの2つのシューズを試し履きさせていただきました。気持ちがいいです。そうです、柔らかい、うん、多分普段の履いてるカジュアルシューズなんかとやっぱ違って、軽いですし、でクッションもしっかりしたものになってるんで、もう全然履き心地とか歩きやすさとか変わるかなと思います。はい、足の裏の痛さも一切ないですね。はい、あーこっちの方はまたしっかりしてます、はい、足がちゃんと動かないように包まれてる感じがします。そうですね、先ほど履いていただいたアッパー、あのシューズよりもアッパーがしっかりしてるんで、よりフィット感が感じられてるのかなと思います。これは迷いますねさあどちらのシューズを選ぶべきか本当に悩みました。さあ本当に本当に悩んだ結果、ここで私が選んだシューズ発表します。ズバリじゃーん、こちらを選ばせていただきました。2つあるうちからアシックス GT2000 を選ばせていただきました。あの VTR でもお話ししていたんですけど、やっぱり最初に軽さに衝撃を受けましたね。で軽いのはもちろんなんですけど、実際に足を入れて一歩踏み出した時もその軽さが伝わってきまして、弾むように前に進む感じがとても気に入ったのでこちらを選ばせていただきました。でもう一つのナイキの方もすごく足を包み込んでくれるフィット感があったんですけど、どちらかというと私はこちらのアシックスの方が優しく柔らかく包んでくれる心地よさがあったので、こちらを相棒に決めさせていただきました。実際に先ほど服部さんもこの足のガイドラインに沿ってすごく曲がると言われていましたが、こんなにもギュッと曲がるんです。なので下につけた時にこうキュッとこれだけ曲がって前に進んでくれるので、おそらく脚力が弱い私でもちょっと前に弾むように進んでいけるんじゃないかなと思って気に入っております。やっぱりこの紫もとても可愛らしいので、履くだけで気分が上がりますよね。でもですね、皆さん靴を選んで終わりではないんです。なんと靴を履くところにも一つ大きなポイントがありました。ここでランニングアドバイザーの服部さんにその靴の履き方、そして激励をいただきましたので、こちらご覧ください。一番甲の部分ですねはそこまでグッと締めなくて大丈夫です。ここ大事な神経が結構通ってるんで、軽く結んでいただいて、上はその分しっかり結んでください、はい、この状態っていうのが足が一番大きくなっていて、なおかつここのですね筋に腱みたいなのが出てるんで、この足分を出した状態で結んでください、はい、足首周りをしっかり止めてあげることによって中で足が動かなくなるので、逆にここを怠ってしまうと中で足がグラグラグラと動いてしまって安定性が損なわれてしまう、締めていただいた方がいいです。はい、すごい結び方にも基本があるんですね。そうですね。一番はやっぱ休むことです。期限が短くなってくると焦ってきてこうオーバーワークし
する可能性が増えてくるんですけど、しっかり休んであげるというのがすごい大事になってくるんで、はい、ここが守っていただければと思います。やっぱりこう長距離っていうところになってくると、やっぱ体も疲れてきますし、やっぱ普段感じてないところ痛みとかも出てくると思うんで、まあ、それに慣れるっていうのがどうしても大事になってきますので、普段の練習からいきなりフルマラソンやるのではなくて、まあ、そのフルマラソンに向けたハーフでもいいんで、ちょっと長い距離を走って辛さに慣れる。はい、服部さん本当にありがとうございます。もう今 VTR の中でギュギュッとご紹介しましたが、やっぱり靴を選ぶ前にまず足の形から測って、自分の足の大きさに合った靴を選ぶところから、そして実際に履いてみて自分の、まあ、心地よさだったり自分の感じ方、一番いいと思うものを選ぶ、そして、まあ、インソールのことだったり、今おっしゃっていました靴ひもの結び方など、本当に私が今まで考えたこともなかったたくさんのアドバイスをいただきありがとうございました。本当に無知な自分が恥ずかしくなるくらいいろんなことを学んだ、そんな貴重な時間となりました。さあ今回は実際にこうやって靴を選んで第2弾として皆さんにお届けしてまいりましたが、ここからは本当に実際に走っている姿を皆さんにお見せしていきたいと思います。実際に今はランニングの前にウォーキングと軽いジョギングから始めているので、9月に入って少しずつ涼しくなってきましたので、本格的に走って、服部さんがおっしゃったようにまずは辛さに慣れること、辛いことに慣れて少しずつ距離を伸ばして 42.195 キロの壁を突破したいと思います。皆さんこれからも応援をよろしくお願いします。そして岡山マラソンを走るという方はぜひ一緒に完走を目指して、何より楽しむことを目標に一緒に頑張っていきましょう。今日は第2弾ということでここまでお届けしてまいりました。続いて第3弾、走っている様子をお届けします。これからもよろしくお願いします。この辺りで失礼します。さよなら。